はい。皆様おはようございます。札幌郷土探究チャンネルです。今日はですね、河川モーズから見る稲積公園駅の地形と言いましょうか、えー。JR に乗っていますと、稲積公園駅っていうのは、あの辺りでは唯一の高架駅ですね、えー。ターミナル駅でもある、まあ、手入ですら地上駅舎です。あ、駅舎じゃない。地上駅です。駅舎は上ですね。はい。 もう、稲積公園っていうのは、駅そのものがもう公開駅になってます。まあなぜだろうって思った方はいらっしゃるかもしれません。まあそこで、河川というところから、稲積公園駅というものを見ていきたいと思いますで。こちらはですね、札幌市河川モーズです。こちらはですね、札幌市下水道河川局とかが管理しているような川が全て乗っているみたいな感じの地図なんですけれども、えー、見ていくと、稲積公園っていうのは、 ここになります。まあ、稲積公園、駅ですね。乗ってます。これが稲積公園の駅ですね。稲積公園。こちらが稲積公園です。はい。まず、えー、見ていきたいのは、この辺りの排水機場の多さですね。非常に密集してますね。えー、排水機場というのは、まあ、 バックウォーター現象が起こった時に今動き出す機械で、もちろん動いてるのを見たことあるっていう人はなかなかいないと思うんですけれども、バックウォーターと言いますのは、本流が、あのー、増水してしまうと、支流が溢れるっていう現象なんですけど、豊平川の河口を使って簡単に説明していきたいと思います。 えー、排水と昔は言っていました。あの、背中の水ですね。で、排水。排水現象と言っていました。現在はメディアでも広くバックウォーターという言葉を使ってますね。えー、本流の石狩川が増水すると、えー、支流よりも水量が多くなってしまう。水位が上がってしまうと、えー、支流に逆流してくるんですね、水が。そうすると、豊平川の本来流れるべき水もここでせき止められてしまって、 はい。下流から溢れていくっていうことです。まあ、この辺り、かつては追加利限野などと言われて、えー、各山地区も非常に開拓が困難でありました。えー、ここは、えー、杉並じゃなくて世田谷区ですね。東京の世田谷の多古の兵隊が開拓した土地です。まあ簡単に言うとバックウォーターっていうのはそんな感じなので、川が合流する場所で、 まあ起こる現象と思ってもらえればいいです。で排水機所の位置を見ると、川の合流地点にこうそれぞれ配置されております。まあ、ハッサム紅葉はちょっと特殊なんですけれども、ここで稲積公園駅の地点を見ると、サンタル別川、富岡川、中野川という3つのまあ主要河川が、主要河川って言ったらちょっと言い方は語弊があるんですけれども、 ま、パッと見たときに、その三つの河川が合流している。さらに少し下流では、中野川、そして旧中野川が合流している。そして、おのの富岡、西宮の沢、えー、それから旧中野川と排水機場が設けられています。はい。えー、昭和56年、5六水害というものの際、実はここ、えっ、ー、と、川が溢れております。 はい、実際と確か昭和56年時点ではここを中心に溢れてます。それからここを中心に溢れてます。ということで、前田のこの辺も広く川に使ってるはずなんで、水使ってるはずなんですね。んと石狩手稲通りのほと前田公園とかあの辺、全部水が使った場所です。で、稲積公園駅も実はここ、うん、水使ったんですね。 まあ、ここだけじゃないんですけれども、広く水に浸かった場所っていうのはあるんですけど、今回はまあ稲積公園駅の地形ということでですね。はい。で、稲積公園駅、まあ、昭和56年開業前の時点でに水がついているっていうことで、はい。それが理由にあって、公架駅になったということですね。 非常にすごいのは、旧ガル川排水機場、ワラビ川排水機場、新ハッサム桜川排水機場、これらは水出し川にかけられている排水機場なんですね。ワラビ川というのは、これよく見るとガル川の流路にすごく被ってるように見えるんですけれども、新ハッサム桜川も中野川に被ってるように見えるんですけど、これ、堤防の外に雨水流しがあるんですね。結構大きい。 新発山の桜川は結構大きくて、幅2メートルあったかなぐらいですかね。わらび川とかも深さも本当に1メーターぐらいはあるのかな。結構大きなこう、排水路みたいな感じなんですけれども、この堤防の外の排水路にこう、排水液状が設けられるという非常に稀なパターンですね。 これからも見てわかるように、いかにこの土地が、はい、水に浸かりやすかったか、まあ、手稲、濡れた土地と言われるくらいな場所ですから。はい。ということで、まあ、こう見てみると、実は稲積公園駅っていうのは非常にね、河川が合流している場所であるということです。はい。ちなみに、はい。うーんと、ここの、 線路沿いの道路にかかっている橋。これもここからは全然関係ないんですけど、炭鉱橋。炭鉱1号橋って言うんですけども、ここに炭鉱第一排水というのがあります。まあこれはあれですね。北端ですね。北海道炭鉱汽船。まあまだ北海道炭鉱鉄道時代。まあここの関栄幌内鉄道払い下げを受けた北海道炭鉱鉄道が、まあ この辺りの土地の排水を目的に掘った排水路がいくつかあったということですね。以前の動画で紹介した、ここですね、石狩街道門の隣、隣というかその排水路ですね、石狩街道排水路となっております。はい。えー、丁寧もこう見ると排水路とかっていうのは結構ありますね。 で、以前、うんと、ガル川の源流の動画を出したんですけれども、どうやらあれは、左ガル川という川の源流みたいですね。はい。うーんと、ここを見ていくと、うーんと、はい、ここがちょうど手稲橋になるところで、私はどうやら左ガル川の沢地に沿って弓道を登ったようです。 そしてこの辺りですよね。まあ、ここが、あの、ゴルフ場ですから。はい。まあ、そういうことで、えー、本流のガルガワの方はもう完全にゴルフ場の中なので、まあ、ちょっと行けないなっていうのは、こっからも見て取れるかなと思います。まあ、谷城地形はすごく見やすい感じになってますね。はい。 ということでどうやらこの前のは左側側ということみたいですちなみにここにある稲積第一排水稲積第一四川排水なぜこの地に稲積があるのかっていうのはちょっとうん謎ですね稲穂じゃなくて稲積なんですねもしかするとまあ稲積さんと関係があるのかなといったとこです と、本庁排水も現在、はい、このようにして、名、まあ、前はまだ残ってますね。はい。という感じで、ええー、まあ、疑問に思う方もいらっしゃったかもしれません。まあ、稲積公園駅がなぜ、高架駅なのか、ということを、河川という点から見てみました。 また何か質問やコメントありましたら、よろしくお願いいたします。はい。今日はこの辺で失礼いたします。